それでは皆さんこんばんは、平と申します。イエーイ。本日もいろいろ本当に平日の早い時間からいろいろご都合をつけて、ビアイズビマーナ来てくださってありがとうございます。はい、今日は2019年の7月の19日、はい、金曜日、焼津に、焼津のビマーナ、はい、平さんもまた来ていただいて、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんか今日はちょっとしっとりとお届けしておりますが、さっきとテンションが全然違いますね。そうですよ。ありがとうございます。あ、ビールが来たからちょっとテンション上げてきましょうか。リマナさんのビールで。そうですね、はいはい、私も飲んじゃってますけど、はい、お疲れ様でした。乾杯でございます。どうもです。そうなんです、今日はですね、もう今年4回目の焼津ですね。てか僕、焼津 TV さんに出演させてもらうのが何年ぶり、うんですよね。多分私がまだレッツ TV に関わっていない時、その前ですよね。そう、私は視聴者として見てた側だったので、そう、そう、まさか、そうだ、懐かしいな、あの、そうだ、バルーンアーティストのあのユッピーと一緒に出演させてもらった時以来なので、うんうん、そうですね。その時の、ね、映像がやっぱこう番組のね、転換の時に未だに流れてたりするんですけどね。明けましておめでとうございます。何回目かね。そうですね、その時と全然変わんないですよね。あ、本当ですか。雰囲気が、うん、あれだってもう随分、いや、でも3年、あ、何年目ですか、マッキーさん。私3年目になりました。あ、じゃあ4年ぐらい前です、ね、そうですね、多分ね。最近あの秋山宗志くんがね、焼津TV に出演されてて、はい、それの関連で僕もあの平さんもすごい崎山さんと共演してたんですよねって言われてて、いや共演したことないですけど、同じね、この焼津TV さんに出演させてもらってましたっていうので。そうなんですよ、崎山宗志くん効果が ね、すごいですね。まあ、ぜひぜひ平さん効果もね、ぜひお願いしたいところではあるんですけれどもね、はい、というわけで今日焼津のビマーナで、はい、まあ、ライブということであったんですけれども、そのライブの目的というのはやっぱりこれじゃないですか。そうですね、ありがとうございます。じゃじゃーん、ありがとうございます。ニューアルバムが、はい、ニューアルバムの平というのが6月の1日に出まして、はい、でそれ の、 あのリリースツアーの感じで、ね、そういうことですね、はい、ここで何回目になりますか。今日で23本目。おーほーほー、すごい、ね、あと何本、あと20、うん、あとに30本というところですかね。結構ハードですね、はい、いえいえいえ、9月の16日がファイナルなので、うん、あ、そうなんですね。へー、すごいすごいすごい。この平という、まあ、アルバムなんですけれども、はい、見どころって言わないね、聞きどころですね。聞きどころ、そうですね。どんなところですか。あの前作のあの河原という CD がですね、はい、あのコンセプトが家族をテーマにしてまして、でスタイルもギター弾き語りっていう今までのものをライブでやってることを CD にしました、はい、そういう作品であったのに、はい、で今回は平っていうのは私の名前なんですけども、そうです、ね、はい、割とこう自分自身のことをコンセプトにしておりまして、で音のところで言うとですね、あの心強い平バンドというあのメンバーが、私最近バンドもやってるんですけれども、このメンバーに全員面協力していただきまして、で基本的にバンドサウンドで、そうですね、弾き語りっていう感じではないですね。そうですね、今回はね、そうですね、そうなんで、こう曲目、演目がこちらになっているんですけれども、まあ、あのおなじみの曲もあれば新しい曲もあったりとかっていう感じなんですけど、平さん的には一番こうこの曲はっていうのあります、この中で。この曲は、まあ、全部好きだとは思うんですけどね、そこを悩んでもらって。やっぱり弾き語りの席で、例えばタイムマシーンとかですね、はいはい、とか10年遅れの青春、この辺り、コウモリとカメレオン、道、この辺りは前にも弾き語りで CD で出してるんですけれども、それとまた全然違うあのアレンジで、できたっていうことがまず非常に気に入っている。またね、そのどっちがいい悪いではなくて、弾き語りの世界で表現できること、バンドで表現できること、それぞれ
いい感じでできたんじゃないかな、ね、同じ曲でもやっぱりこう感じ方っていうのがやっぱちょっとねちょっとしたことなんですけどやっぱ変わったかなって。あとは聞きやすくなってるそうですね、うん、私はね個人的にすごくねやっぱ弾き語りっていうところに惹かれるところがあって、まあ、私はほらあのイヤジ TV でよく流させていただいてるねニュートラルありがとうございます、はい、あれがねあれをねこう伴奏が流れるとねそれだけでなんかこうウキウキしちゃう。でこの間ほらジムイチ、はいジムイチ、はい、ね先月来ていただいてたんですが、はい、あの時にカメラチェックをしている時に平さんがあの何気にこう位置をこう確認しながらね行動をねちょっとピッピッピッってこう流してこう、はいはい、ギターを調整してくれたその行動はね多分ねニュートラルの、ね、感じだったんだな。そう、そんなところまで聞いてた。そう聞いてて私それを自分の iPhone に撮ってたので、はい、それをねたまにね夜ね聞くんですよその流れを、あーみたいな、それがねすごいなんかね好きで、そうなんだ。これもあの、うん、バンドサウンドとは言いながらも、うん、基本的にアコースティックギターの音を前面に出してるので、うんうん、まあ、割とこうキラキラ急にエレキギターがハーって入ったりっていう感じじゃなくて、うんね、弾き語りとバンドのこう融合みたいなのはサウンド的にはそれをテーマにしてたので、ね、うん、そうですね。だから割とサロッとこう入っていける感じがしたりします ね、はい、なるほどでございます。で、あとはそうだね、あとそう私が1個気になったのはね、はい、この3曲目にあった天才っていう曲、はい、これ平さんが今日のライブでもおっしゃってたんですけれども、はい、新たな自分の自己紹介ソングっていうことをおっしゃってたんですけれども、それってどういうことかってちょっと具体的に聞くことができます？関西からですね東京に出ていくときに、はい、まあ、学校の教師をやってたんですけど、うん、それもやめて出ていくときに、うん、こうね、自信があったわけですよね、うん、こう自分のことを天才だってこう、まあ、思い込みがないとミュージシャンなんてね、まあ、最初は思い込みから入ると思うんですけれど僕も多分に漏れずそうで、うん、で、まあ、13年間一応歌わせてもらってることはすごいんですけれども、うん、予定ではもう東京に行ったら僕天才だから売れます、もうすぐ売れますみたいな感じで行ったわけです。でもまあいろいろね13年間歌い続けてはいるものの、うん、思ってた通りではないっちゃないんですね。まあ、言い悪いは教えてください、はいはい、けどなんかこう考えてるうちにこう天才の才能がどうも違うんじゃないかなと思って、うん、天才っていうのを災いとかに天才にしたんですけど、割とあのそうなので、うん、歌詞も素直なものですし自分にぴったりかなと思う。そうですね、割と激しめな感じですよね。そうですね、これはね、だから前回のそのこの歌がこうねこの歌を聴く前のテーマソングがカメレオン、あ、コウモリとカメレオン、そうですよね、あれは割とこうミディアムテンポの、はい、ゆったりしたもんね。だから随分こうイメージが変わったななんて思ったりしたんですけど、そういう心境の変化とかもやっぱりあったんですか？そうですね、分かってくださいっていう、僕のこと分かってっていうのが前作の河原っていう、うちの家族のこと、うん、僕のこと分かってくださいっていうね、まるで稲葉明さんのようなこのね、その CD から、はいはいはい、今回はもうそこから僕はこういうものでした、そこから今の本当の自分はどうですかって結構はっちゃけてる感じ、うんうんうん、ね、そうですね、そうなんですごくこれはね、私初めて聞いた時はちょっと意外っていうか、そうもっとこう爽やかな感じで自分をこうアピールしてくるのかなと思ったら、割とこうあのイメージとしてはこう男を出してきたなって私はちょっと思っちゃったりして、そうですね、もともとイメージでは爽やかかもしれないんですけど、もともと多分こっちですね。あ、そうなんですね、それは意外でございます。さすがですね。でもあのさっきこうカウンターでねライブを聞いてくださって、その後ねお話をした時と、うん、マキさんとこうカメラ回ってからのマキさん全然違います。さすがだなと思って。ありがとうございます。でもあの初めて会ったのがビマだから、ここですよね。ここですね、ビマーナさんですね。あれ去年じゃなくて今年なんですね、2月のライブって。あれそうでしたっけ、去年、私は去年だと思ってたんだけど、ほらさっきさとこさんがこうカウントしてくれた時に2月のビマーナって言ったから、あれ今年と思って、あれ今年なんですか。あ、そうですか。私はもっと前からやっぱこう見てるから、配信の平さんを視聴者として見てるっていうところから私は知っていたので、初めて会った気が全然しなくて。
で僕も久しぶりの感じがね、うん、Facebook とか Twitter で皆さんのこうつながると見てるので、うん、今日もねライブをね、うん、8年さとこさん8年ぶりでしたっけ、さきちゃん5、6年ぶりか、そうだ5、6年ぶりにその地元のね昔見てくれてた人が来てくれてたんですけど、うん、やっぱりこう Facebook とかでちょいちょい見てるので5年6年経ってるって思わない、確かにそれはこともありますしね、うん、その逆バージョンみたいな感じ、うん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 、そういうことか、そうだから確かに、でもマキさんもねあんまりこう親しみのある顔なのであ顔がそうそうそうなんかね初めてこうなんだろうフレンドリーっていうか、あ、ありがとうございます。なかなかね、そういう風に感じてくれる人ってね、なかなかいないんですよ、実は。みんな私のこと怖いって。うん、あのね、最初そうなのかなと思ったんですけど、話してみるとね、やっぱりね、威圧感って言われてるんですか？言われてます。すごい。ここ、ダメですよ。ここ使わないでください。そういうところを使えばいいと思うんですね。なんか私、落としてるみたいじゃないですか。大丈夫ですか？魅力、そこは魅力ですね。あ、そうですか。すいません、多少に。優しい。マキさんファンすいません。あ、そんな人いませんから、大丈夫です。で、何の話してたんでしたっけ？ビマーナさん、今日ね、ビマーナさんのお料理を食べまして、うんうん、当たり前ですけども、ね。何を食べました？今日はね、あの男一人暮らし、何が足りないかというと野菜が足りないじゃないですか、基本的に。なので、ね、今日は、ね、野菜スティックとあとバターコーンを頼んだんですけど、まあ、穀物とライブ前だからちょっと軽めにと思ったんですけど、うんうん、それだけでもすごいしっかり量があって、パンとかもいるわけでしょ、当たり前だけど、応援してくださった応援してくれる人もいるし、はい、その中にはやっぱりこう異性としてこう、ね、平さんにこう興味を持ってくれる人っているんじゃないですか。うん、なるほどなるほど、そういうところやっぱり突っ込まれるんですね、うん、とりあえずちょっともう酔っ払ったから突っ込んどくかなと思って、それはそれ、これはこれですね。あ、なるほど、はい、そこはやっぱプロ、やっぱりですね、うん、あのミュージシャンなので、うん、音楽作る、うん、歌う、怖い怖い今なったことができてりゃいいんですよね。で、まあ、あのこれで食べていく以上は、うん、その他にもね、いろいろやらなきゃいけない、うん、まあ確かにね、35を超えたんですが、だんだんね、こう、うん、そういうこうだんだんこう分かってもいっぱい出てきますしね、うん、ライバルは依然としていっぱいいるし、うん、まだまだ知られてないっていうこともありますし、うん、力をこう注ぐのはそっちの音楽の方面に以外はあまりそれ以外は力を注がないっていう、そういうふうにやっぱり若い時よりも時間って確実に少なくなってるので、確かに確かに、まだまだやりたい、歌いたいこともあるし、書きたい曲もあるし、作りたい CD もあるし、出会いたい人もいるし、だから必然的にそこはちょっとあんま意識してないですね。へ、そうなんだ。まあでもそういう意識してない時こそもしかしたらそうかもしれない。そうですかね、分からない、分からないですね、これは。でもあれですよ、好きになったら終わりです。でも梅は美味しかった、あのあ、そういうタイプなんですか、だと思うんですけどね、僕は音楽に出会ったみたいな、好きな人に出会ってしまったら、バナナ氏はガーゼに車だけ、しかも生実家うまくいっちゃったりしたら、それはそれでいいじゃないですかね。ありますよ、まあ、まだまだ35って言っても、ね、まだまだこれからですから。ごめんなさい、嘘です、嘘ついてる。じゃあ37歳の年ですね。あ、そっかそっかそっかあ、そうだね、そうだね、なんとなくで言ったけど、ね、もう37歳の年、まあ、そこ細かいところはいいですよね。今年、2019年焼津に4回も来てる、すごいんですよ。もともと私はあの静岡に来させてもらうようになったのは藤枝だったり焼津だったりが最初だったので、でもそれからちょっといろいろあって何年かか焼津になかなか来れない時期だったんですけども、去年あたりからね、あの本当にこの焼津ですごく応援してくださる声小さいというです、ね、ミュージシャンがいるんですけれども、あの人の応援でですね、少しずつ1年に1回、1年に2回ってなってきて、今年はなんと2019年は今日で4回目、すごい、7月の時点で4回目、またビマーナさんっていうところも本当にマスターもママも応援してくださって、はい、で本当こんなあの
素敵なことが待ってるっていうことはですね、本当恵みだなと思いまして、何ぐらい来るの、今日のライブでもアンコールでね、倒してもらいましたけれども、新しい CD にはね、弾き語りとはまた違うコーラスが入ったりドラムが入ったり、仕掛けがいっぱいある、ぜひ聴いていただきたいんですけれども、最近の私の、代表曲です、タイムマシーンというところをぜひ聴、いてください。よろしくお願いします。タイムマシーン、口癖ってあります？口癖はね、よくこうヤイズ TV さんとかで言うように、でもこれ他人の方が分かるのかな、青木さん、というわけで、あ、というわけで、京都のね、の川端市場っていうところにね、というわけでっていうラブホテルがあるんです。
面白いですね、昔意味が分かんなかったんですまあいいんですけれどもで、まあ口癖はあると思う。これ本当の話です。びっくりしました。南座のすぐ近くです。で、あ、まあ置いといてそれは、はい、私口癖がね割とあのまあいいかっていろいろ思い詰めるんですけど、まあいいかっていうのがね結構あるんですけれども、そんな曲を作りましたあれとね、あのカントリー調の感じで、うんうん、今まであんまり手拍子っていうのを、僕の弾き語りっていうのは、最初、なんていうんですかね、こう展開をね、うん、バンドみたいにこう、はい、いろいろギターソロがあったり、サックスソロがあったりっていう感じじゃないので、一人でどんだけ表現できるかっていうと、テンポって言ってね、はい、トントンっていうのを急に変えてみたりっていうのがあって、曲の展開がいろいろあるので、なかなかこう手拍子をしづらい曲が多かったと思うんですけれども、でも、なんか聴いてる人は割とこう、ここ手拍子したいなっていう気持ちもちょっと感じててですね、なんかそんな曲作れたらいいなと思ってたところにこの曲が来まして、ぜひワクワクしながら一緒に口ずさんでいただきながら聴いていただけたらなと思います、はい、皆さんももしかしたら同じ口癖かもね、タイラでマイカぜひ聴いてください。マイカって言うと住めたとして一人じゃやっぱり広すぎるな。掃除もそんなに得意じゃない。まあいいか、まあいいかって歌うだけさ。気が利く。
えました。はい、ラーメン屋ホールです。エンディングだそうでございます。というわけで今日は楽しいライブ本当にありがとうございました。でもないです。そしてそして重ね重ねでございますが、こちらのニューアルバム平をぜひぜひ皆さんにお手に取ってお聞きいただければと思います。 YITTV の方にもねありますので、もしよかったらお声掛けいただければと思います。で、まあ、配信の方でもね、ちょくちょく流させてはいただいておりますので、ね、また引き続き直させていただきたいと思いますので、こちらこそよろしくお願いします。タイヤさんの方からじゃあ YITTV の見てる皆さんに向けて何かメッセージがあるか、本当にもう長い間曲を使っていただいて、本当にやいずに来れない時もですね、ずっと曲を使い続けてくださって本当にありがとうございます。最近またね舞台に来れるようにもなりましたので、ぜひできれば僕と今3ヶ月に1回ぐらい焼津に戻ってきたいなと思っておりますので、ぜひ今後とも焼津 TV と平の方ですね、覚えて応援いただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はねライブアートのお忙しくてまったりしてる時間にね、インタビューの時間を割いて、とんでもないです。ありがとうございました。そしてそして最後にですね、こういう平さんと焼津 TV をつなげてくれたきっかけになりました里子さんにはですね、この場を借りてねお礼を申し上げたいと思います。里子さんいつもありがとうね。こんな感じでいいでしょうかというわけで、ヤジ TV 平さんの方も引き続きよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ飲みますか。飲みあ、なくなっちゃった。ちょうどいいかもしれないですね。そうですね、じゃあおかわりします、はい、じゃあ皆さんさようなら、バイバーイ。